問題 A、文字列が入力される。1文字だけ違う文字だから、それが何文字目か A、文字列は短い。一回だけ出てくるのはどれってことだね。これはカウントの内部で文字列を何周もしているが、問題ない。C++ の場合はこれを自分で実装するか、もしくは文字を検索する関数を代用できる。隣り合う2文字を見ていく方針もあるが、最初の2文字が違う場合に注意がいるぜ。3文字は絶対見る必要あるよね。コードは説明欄にもあるからよかったらどうぞ。問題 B、1から N までの番号がついた N 人が1列に並んでいる。何個かの質問に答えろ。各質問では2人が指定されるから、どっちが前にいるか答えろ。人も質問も少ない。じゃあ毎回2人をゆっくり検索するよ。今回は C++ でも同じことができるぜ。もちろん、最初に全員の場所の一覧を作ってもいい。問題 C、A 小文字の文字列がある。操作が何回か行われる。各操作は、例えば E を全部 F に変えろというもの。最後の操作の後の文字列を出力しろ。今回は、文字列は長くて操作も多いぜ。だからそのまま従うとすごく時間かかるってことだね。でも、最初の時点で同じだった文字は永遠に同じだから、一つ見れば十分で、結局 A から Z まで一つずつ並べて実験すれば OK。20万の26倍は小さいから、シミュレートはゆっくりでいいぜ。問題で、整数が何個かある。2個選んで掛け算する。この結果が平方数になるような選び方は何通り？何かの整数の2乗、だよね。全部のペアを試す暇はないぜ。全部にルートをつけて、掛け算して整数なら OK ってしてみるよ。そしたら、ルートの外に出せない部分が同じなら OK。ってわけで、この部分でグループ分けして数えればいいね。0は何と組んでもいいけどな。素因数分解っぽいことが必要になるが、4で割れるだけ割って9で割れるだけ割って16で、で十分だぜ。問題、駅が N 個ある。電車が運行している。駅1を時刻10、15、20に出て4分で駅2に着く列車がある。といった情報が与えられる。さて、お前の家の最寄り駅を駅 N とする。駅 N 以外の各駅について、そこから駅 N にたどり着くには遅くともいつ出発すべきか、あるいは到達不能かを答えろ。終電マップってやつだね。駅も運行情報も多くて、各数値も最大10億だぜ。ダイクストラを何万回もやる暇はないから、時間の流れを逆にして、最寄り駅からやるよ。時間が逆な他はかなり普通かな。実装しろって問題で、言葉で話すことは正直あまりないぜ。問題 F、太郎くんとディーラーが、サイコロでブラックジャックみたいな勝負をする。サイコロは、1から D までの目を問う確率で出す。まず、太郎くんの番。サイコロを振り、出た目を得点に足す。振るたびに、もう一度振るかやめるか選べる。ただし得点が N を超えたらその時点で負け。ディーラーも同じことをするが、ディーラーは得点が L 以上になるまで続ける。N を超えたら負け？太郎くんが生きてたらな。太郎くんの得点がディーラーのより高ければ勝ち。勝率を最大化するプレイをした時の勝率は、各値は最大20万だぜ。まず、ディーラーはただのサイコロを振る機会だから、そっちからやるよ。ディーラーが7点、8点、9点、10点になる確率、みたいなのが欲しくて、これは0点から見ていけばわかるね。そのままの動的計画法だと間に合わないが、累積技が使えるな。それで、太郎くんはディーラーの情報を見ながらプレイするよ。プレイって言っても続けるかやめるか選ぶだけで、続けるなら自分の累積は、やめるなら相手の累積はを見て、大きい方を選べばいいね。今回は上の得点から見ていくから、累積はも逆に取るぜ。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。